衛星文庫は、東京都文京区目白路台にある、日本、東洋の古美術を中心とした美術館である。旧熊本藩主細川家伝来の美術品、歴史資料や、16代当主、細川森立の収集品などを収蔵し、展示、研究を行っている。運営主体は、公益財団法人、衛星文庫。理事長は18代当主の細川森弘。 熊本市の熊本城二の丸にある熊本県立美術館が衛星文庫展示室を設け衛星文庫所蔵品の一部を年に数回入れ替えながら展示しているほか東京国際空港第二旅客ターミナル内にあったディスカパリーミュージアムでも所蔵品の一部が企画を変えながら展示されていた織田信長実質書上折り紙秘密曹いよいよ 道の事故を無由団地早々来訓10月2日、開始書き、働けてから、にて、高架、家宿与一郎度の衛生文庫は、目白台の完成な住宅街の中にあり、1950年、第16代当主、細川森達によって設立された。森達は、旧公爵、貴族院議員で、国宝保存会会長などを務め、戦前、戦後の日本の文化財保護行政に、 多大な貢献をしている。美術の殿様と言われ、美術品収集家としても著名であった。多くの旧大名家が伝来の名宝を美術館や個人に寄贈したり売却する中で、細川家は数多くの美術品を自ら管理し、保存した。文庫の所在地は細川家の屋敷跡であり、建物は昭和時代初期に細川家の事務所として建てられたものである。文庫名の 衛星は、細川家の菩提寺である、英遠玄関の久しと、細川藤高の居城、清流寺城の青から取られている。一般公開されるようになったのは、当主が、第十七代、細川森貞になった1972年からである。貴重な国文学の古書籍も所蔵され、一部が、旧古書院より、英英文本、細川や衛星文庫相刊で出版された。 収蔵品は、歴代当主書用の甲冑、茶道具、書画、古文書などの細川家伝来品と、十六代当主、細川森達の収集品等を含む。文庫収蔵品のうち森達によって収集されたものには、中国美術、白陰、仙台などの禅画、禅林墨石、近代日本絵画、刀剣などがある。森達は、横山大観、下村観山、 菱田春荘など多くの画家たちを支援しており、そうした交友を通じて、近代日本絵画のコレクションが形成された。長谷尾草氏、細川澄本像、蚊の元の部室黒木、猫、菱田春荘筆上器のほか、細川や船館も衛生文庫の所有である。この船館は、熊本上天守内に保管されていたが、2018年に、 熊本市立熊本博物館に移された。ありがとうございます。